おもろい家族パート2。この時間は関西はゆったり、阪急フェリーと F コープ生活協同組合、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグ、そしてオアシスコーヒーのラスク、コーヒーとスイーツがセットになったコーヒーブレイクが非常に豊かになるセットです。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そして7月17日月曜日海の日祝日はこのモーニングジャムイオンモール福津で公開生放送。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おもろい家族は傑作選をやるということは外れなし、ということなのでどうぞお楽しみに。タイトルコールはみんなでやりますからね。しかも、まあ、ショッピングもお休みっていうことで、延長戦までやるということですから、ただね、公開生放送の時には11時までの放送ということですから、この時間に、まあ、あのおもろい家族をやるっていうことではありません。11時まで公開生放送を楽しんで、その後にハードルじゃんけんも最後までやってしまって、まあ、大体11時半ぐらいに我々ステージ降りるんじゃないかなっていうスケジュールになっておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら女性からいただいたおもろい家族を紹介することにしましょう。お名前いいかな、あすかさんからいただきました。はい、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。自分の話を送るのはいかがなものかと思ったんですけれども、昨日34歳になったのをきっかけに自分を強くするためにメッセージいたしました。はい、私は自分の持っているポンコツ形態以上に脳内変換がポンコツなんです。先日美容院に行く前、2ブロックにしようかなと言っていた旦那に、2ブロック、痛い部分のロックっていう風に頭の中で変換してしまって、頭皮マッサージがあるんだなと思った私は、そうしてもらい、首や肩の凝りひどいんやろ、頭皮マッサージで痛いとこ止めてもらえるんだったらロックしてもらっときと。すごい変換ですね。2ブロックっていう、しかも女性ですよ。2部、痛い部分をロックするっていう2部が漢字になっていったっていう、2ブロックじゃなくて、ね、ツーブロックになってしまった、それを聞いていた旦那はしばしポカーン。名曲太陽がくれた季節の歌詞の一部分、逃げてゆく白い鳩、それとも愛、ずっとずっとそれとも愛と信じ込んでいた。逃げていく白い鳩とモアイ像が何の関係あるんだろう。逃げてゆく白い鳩、それとも愛。身軽な鳩との比較であんな大きな石像すら逃げ出すほど嫌だったという比喩なんだろうか。そんなわけないでしょ。いやいや、しょうがないじゃない。そうか、そういう風に、ね、変換されてるわけですからね。そういうことですから、そんなことが多すぎていつも旦那は苦笑い。先週日曜日、家族で買い物中、レジに並んでいた時のことです。旦那が、あの前にいる人さ、乳首にネックレスつけてんだよね、あれっていちいちお風呂とかで外すと女の美意識ようわからんと私に言うんです。乳首にネックレス、いわゆるつけ乳首みたいにわざと目立たせるもの、そんなものが今流行ってるの、待って待って、どうやって乳首にネックレスつけてるの、というかそんなに乳首が長い人っている、私の頭ハテナマークがたくさん駆け巡りながらも、え、どの人どの人、あの人だよ、2人前に並んでる人、その人を凝視、というかその人の乳首が見える位置まで、いや乳首なかなか見えないでしょ。
まあまあまあその部分ということでしょうね。そうですね、そういうことでしょう。乳首が見える位置まで移動し凝視、見ず知らずの女性の乳首付近をずっと凝視していて、でも私には乳首ネックレスがどうにも見えない、うん、あの人じゃないのかなと旦那にもう一度尋ねました。服の中それとも外？旦那はすごく不思議そうに、何？服の中？外？だって乳首やろ？丸出しやないんやろ？服の中につけとるのが透けて見えとるん？それとも服の上から乳首の位置にブランと垂れた？なるほどなるほどなるほど。服の上からね。でかけているのがその、うんうんうん、なんかあの突起物ということですね。あのね、足首。そうなんです、旦那が言っていたのはいわゆるアンクレット、足首につけるアクセサリーのことでした。旦那は別に滑舌が悪いわけでもなく、私も確かに足首と聞いたはずなんですが、うん、日頃末っ子の夜中の授乳や断乳がうまく進まないことに少々疲れているせいか、なぜか脳の中で足首と聞いたはずなのに首とつくものは全て乳首に変換されてしまっていたんです。あの時乳首を凝視してしまった方ごめんなさい。肝心の足首は見ておりません。決して狙ってるわけじゃないんです。脳内変換が勝手に行われるんです。こんなアホな私を主人は天然だと笑い飛ばしてくれるだけで済んでいるんですが、もう34歳、天然という言葉が可愛いだけでは済まされないなと、恥ずかしくない妻でいなければと思い、自分への戒めを込めてメールを。本当に天然ですね。本当に天然です。あのねすごくもう自分の中で反省の度合いがすごいんですよ。そうなんでしょうね。ね。もうこれは本物です。認定されちゃった。いやいや、これはそうですね。きちんとした本物マークという。いやいや、それはね別にね、あのなんていうか、そうそう、実生活で大変なことっていうことでもないわけですから、うん、そうですよ。逃げてゆく白い跡、それと もう通常だったらね、青い三角定規かけるんでしょうけど、はいはいはい、あまりにも触れすぎるっていうことで。